だよ、もうボロボロだよ、ボロボロ。鍋振って65年ね、手抜きやって愛情がなくなったら終わり、その時は引退。うん、みんな飛行機乗っかったり新幹線乗っかったり高速道路で全国から来るんだよ。まだ現役だよ、我々ひよっこだよ、半端じゃない。親子と思ってない、親子と思ってたら仕事を教えられない。はい、お疲れ様でした。
わって40キロちょっと切るんだから。これとそれとこれをチャーシュー出したら3つ合わせてこっちと全部と取るわけ。何でもそう、愛情込めてやんなかったらね、美味しいもの作れないんだよ。傾斜ってのはおやつにもないの、年に1週間ぐらいじゃない、ボンと正月でおやつに取れるの、そんなもんだよ。だいたい均等で450から500前後じゃない。だって見てみて、今米だけで何錠炊いてる。もう3回目だよ、午前中で。あれで9升だよ。
あのお土産テイクアウトがあるからそれ作るって、だから午前中だけでもう 2回炊かなきゃ間に合わない、5回炊かなきゃ。でチャーシュー切ってても全部あれ切り方が違う、部位によって脂身とね切り方全部違うんだ。あれがもう切ってる最中に次のもう品物見見てるから、だから仕事早いんだよ。それみんなは切ってから次見てまた切るだろ、その間に10秒違ってたらあんだけのチャーシュー切るのに何分で変わってくるわけだ。いや2分半から3分の間で切らなきゃダメ、じゃないと40、50分で終わんないでしょ。今切ったのチャーシュー何本、10本の18本でしょ、18本切るのに1本3分かかってたらもう1時間でしょ。だから従業員にこうやって教えてる間にもう仕事終わってんだよ、自分がやれば。だから自分でやるの、なんぼ教えても遅いから全部俺やる。だから昨日ももう全部ラーメンの具切って、卵も湯がいて、それで冷蔵庫入れて、20年かかるから真面目にやって5年10年でやるね。でレタスだってああやって無駄かと思うけど悪いところは全部取んなきゃ。だからコンビニのサンドイッチ見てみな、色が変わってこんなちょこっとしか入ってないで青臭いの、そうでしょ。コンビニのサンドイッチ、うち青臭いとこ全部投げるでしょ。自分で食べて青臭かったら美味しくないでしょ。それをお客様が食べられる、自分で嫌なものを売っちゃダメだよ。何でしょう。だから全て料理はもう手抜きとね、手抜きやって愛情がなくなったら終わり、その時は引退。みんな飛行機乗っかったり新幹線乗っかったり高速道路で全国から来るんだよ。背中に住所も何にも書いてないよ、入ってきて。それで食べ終わって初めて北海道から来ました、沖縄から来ましたね、奄美大島から来ましたってみんな来るじゃないね。帰ってからじゃ遅いんだよ。だから何本並んでても自分のペースは乱さない。うちなんか並んでんだよ11時前からね、土曜日なんか9時半から並んでんだから、そういうお客様をね裏切っちゃダメなんだよね。じゃあこれオートバイのくっつけてあるね、2台を。だからもうボロボロだよ、ボロボロ。
んだけ出んだよ。こんだけ。こんだけ薄まっちゃうよ。ねえ。火曜日は注射打ってから週に2回ブロック注射じゃなきゃ腕上がんねえ。じゃあもう昼に1時半かそこらになるともう 手が上がんなくなる。そんな甘いこと言ってるね。まだまだ、仕事で辛い仕事はいっぱいあるんだから、あれで料理の鉄人の道丸をくるくるをさ、あれがもう91歳だよ。まだ現役だよ。我々ひよっこだよ。
だっけよ。10月の末に、そのから40日間厳しかったよ。半端じゃない、親子と思ってない。親子と思ってたら仕事を教えられない。あくまでもこの道ではお弟子さんだよ、まあね、まあ素直に育ってくれりゃいいよ、
はいよ。はい、飛び込む。ありがとうございます。ちょっと。はい、はい、飛び越しますね。